お目覚めですか？クリスです。朝食をお持ちしました。おはようございます。よくお休みになれましたか？まだ信じてらしたのですか？この部屋にはカメラも盗聴器もありませんよ。申し訳ありません。ドクターを試すような真似をして。でも、おかげであなたのお人柄がよくわかりました。深夜に男性の部屋を訪ねるわけですから。でも、それほど心配することもなかったみたいですね。落胆が半分ずつです。言うべき時に言わないとトラブルの元となりますので。そうですが、そんな誤解が広まってるなんて。私も日本人のことが少し分かってきました。危機的状況に慣れていませんね。過剰に反応しながらも、どこか素直に相手のことを信用してしまう。まるで子供みたいです。なんかとても可愛いです。でも、それだと生き残れませんよ。確実に死にます。どれほど平穏に見えても、この島が異常な空間であることに変わりはありませんから。朝食の用意をいたします。それから、今日は旦那様の健康診断をお願いしたいのですが。定期的なものですので、これまでのカルテが保管されているはずですが。用意が済みましたら、3階の旦那様のお部屋までお越しください。
うですよ。頑張りました。こちらはご遠慮ください。こちらはご遠慮ください。こちらは。お入りください。
ドクター。少々お待ちください。おお、来たか。そうだな、私のカルテは見たかね。前のドクターが残した記録があるはずだ。いや、さすがだドクター、素晴らしい。そうでなければ私も安心して見てもらえんよ。いやー、もういい。聞きたかったのはそれだけだ。今日は帰りたまえ。印象はどうだ？聡明な方に思えます。あれならば